こんにちは、あやです。今日はとうとうアドベンチャー納車されます。早速通り行きましょう。歩いてね。そう、歩いてね。どう？もう結構待ったね。そうだね。どのくらい？でも大体2ヶ月、やっぱ3ヶ月じゃなくて2ヶ月ちょっとから3ヶ月経ちましたね。経ちましたね。なんかあっという間のような。うん、でもまだかな、まだかなって感じだったよか。いや本当になんか2月に、うん、2月になっちゃうのかみたいに思ってたけど、うん、なっちゃえば意外と待てた。あ、なるほどね。あ、ワクワクだな。ワクワクですね。あ、スキルしちゃってるよ。さーて、さーてあるかな。なかったらどうするの。あやちゃん、ありました、ありました。ほら、嘘、マジ。ちょっと変更しといたんで。そうなん。あ、あった。あ、あ、じゃあちょっと中、はい、入りたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。ついに来ましたね。あ、来ましたね。すみません、お待たせしまして。あ、いえいえいえ、待ってました。待ってませんよって言うのかと。大変待ってました。申し訳ない。ちょっとね、先にじゃあ書類だけありますんで。はい、ありがとうございます。じゃあ今日納車で鍵だけお渡しします。はい、ありがとうございます。鍵だけしか渡してもらえないです。後で車渡します。ありがとうございます。いただきました。はい、じゃあ車見に行きましょう。お願いします。はい、じゃあこれですよね。そうです。来ました。おめでとうございます。これってアドベンチャーだからなんか違うよみたいなことってあるんですか。まあ違うっていうことの機能としてはないんですけど、まあ一番はね、見た目が。なるほどね。いわゆるかわいい。いい色やん。ね、うん、はい、こんな感じで、あとは会社に戻って細かくかどうかわかんないけどお見せしたいと思います。じゃーん、来たー。かわいい。かわいいね。色がね、むっちゃおしゃれ。めっちゃいい。この色でしょ。そっかそっか、ツートンか。あ、これ白かったまたグレーだよな。そうなんだよね、明るいグレーみたいな。うん、で、上がルーフを今回つけたんで、うん、じゃーん、ガラス。だから、もう3色です。そうか。この車3色、3トーンです。はい。でもここはさ、同色なんだよね。あ、まあ、前のやつもそうなんだけど、うん、なんかこれだったら黒なのか白なのかでもいいのかなと思ったんだけど。おー、なるほどね。そうそう、うんうん、いやー、いいね。ホイールも違うよね。そう、ホイールもちゃんとアドベンチャーのホイールで、うん、いやー、いいね、いいね。パチパチ。ちなみに純正のタイヤは横浜のアビド GT？ あんま聞いたことない。ブルーアースだね。あ、これね、うん、19インチ、19インチですね。大きいよね、元からがね。ね、もち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 やん。ここさ、うん、赤にしたいな。クリア嫌いなんだっけ。嫌いでもないんだけど、うん、なんか赤いから赤にしたい。なるほどね。そう、光るところは赤がいいかな。へー、なんかいいね。こういうところもなんかマットな感じなんだね、樹脂で。あー、まあね、樹脂、樹脂です。はい、ちゃんとバイザーがないですね、今回はね。あ、ほんとだ。ちゃんと、よかったよかった。よかった。じゃあ中もちょっと見てみようか。うん。お、じゃーん、パワーついてるじゃん。こっちちょっと外して。おうおうおう。簡単？
だね。ちょっとデコスするかそこは。完全に外せば多分問題ないんだけど。横着しましたね。もう今のは結構簡単に取れるのかも。前にジムの時に手こずったけど、なんか頑張りだったね、あの時ね。しかもゴム切れちゃいましたって。ほら、取れた。シートの色良くないこれ。これ何、純正？純正です。めっちゃおしゃれ。この色しかないの？うん、これともう一個が黒っぽい。黒っぽいっていうか、まあ黒だね、ほぼ黒で、オレンジラインが残ってたかな。すげえ。アドベンチャーってオレンジなんや。オレンジなの。見て、こういうところも、うん、あそこもそこも。そうで、このシートにすると、うん、ここのね、うん、あ、ボードのところも白に使われるし、ほら、うん、ドアパネルのところも白になります。これオプションなの？うん、これもこのカラーになった。そう、まあ、白っていうか、まあ、これもちょっとここと同じように、そう、その色、グレーっぽい感じ、ライトグレー、うんうんうん、感じになります。へえ、いいね、中のこの色でね。すごいじゃん。すごいね。やっぱね、なんといってもね、フロントが顔面が違うからね。そう、グリルがだいぶ違うから、うん、このところはね、これも結構でかいね。おー、でもプラドほどじゃないな、やっぱり。プラドはね、私の手より大きかったもん。うん、いいじゃないですか。いいですね。似合うわ、ね。でもなんかさ、今までこんな色ってあんまなかったやん。そうだね、会社で、うん、なんかまあちょっとニトルっていうかタフトぐらい。来ました。お、タフトさん、じゃ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 、タフトちゃった。確かに、うん、これ以上はなんか、じゃあこれ以外はあんまなかったから。確かに、あんまり、うん、そのやっぱデモカーっていうと、うん、白とか黒で分かりやすく、エアロがどう見えるかを分かりやすくするために、そういう白とか黒とかツートンとか、そういう色ばっかりだったけど、タフトもこれもやっぱちょっと色がいいなっていうイメージが合うなっていうので、ちょっと今回選ばせてもらって、タフトも社長、あれを、色が、あの色を気に入ったのもあったらしい。そうだよね。そう、いや、ほんと、なんか実際見たら、うん、ソリッドなんだな。アーバンカーキーだっけ。あー、カーキか。名前間違ってたもんね。そう、カーキー色。そうか、そうか。ここで一つ、はい、私一つだけ苦手なことがあって、何、早速なんですけど、うん、リアのね、うん、足で開けるやつあるじゃん。はいはいはい。もうね、開かないんですよ。反応してもらえないんですよ。やってみたいと思います。はい、お願いします。鍵は持ってます。いくよ、うん、なんかさっき聞いた話だと、早くやれよって思うかもしれないけど、早くする。お、え、一発一発、ちょっと相性がいいみたいです。仲良しやん、最初から。はい、こんな感じ。いやー、荷室はやっぱ変わらず広いね。広いね、うん、いやー、この辺もね、細かく、さっき、いつもはうちってトヨタさんの場合すごい近いじゃん、ディーラーさんが、うん、なんで、結構置いといてもらったり、そう、会社にね、置いてもらうことが多いよね。そうなんですけど、今回はさっきのあったみたいに、のりちゃんと取り行って、うん、実はいろいろね、ここはこうなんだよっていう説明をちゃんとしてもらったんですよ。初めて知る機能あったね。だから、え、ここってこうだったのみたいなのもあるんで、はい、その辺もね、ちゃんと詳しくレビューするときにお伝えできたらなと思います。はい、いやー、この喜び伝わってるかな。いやー、本当に待ちに待ったですよね。本当かわいい。これからあやちゃん好みでカスタムしていく予定もちまちまありますよね。はい、このアーバンちゃんと頑張っていきたいと思います。はい、かっこいいわ。ここの場所も確か違ったよね。うん、違う違う違う。もうちょっと下の方なんだけど、これはなんか SUV チックだよね。だから、まあこの辺も後々、うん、うちには GZ パッケージのこのアドベンチャーと違う顔の子がいるので、うん、はい、ラブ4の比較をしていきたいと思います。あ、楽しみだな。楽しみだよね。
あとは、うん、これを今回納車ってことで、うん、軽く見たけど、うん、ちゃんとこれをね細かくアドベンチャーのレビューをしていきたいと思うので、はい、その辺もお楽しみにしていただければなと思うんですけど、あれじゃんシートカバーもそうシートカバーね、私の代名詞のシートカバーも着々と進んでいますので、はい、そちらもつけたらどうなるのかその辺も見せていけたらなと思います。はい、ということでちょっと短い動画になりますが楽しんでいただけたでしょうか。これからのラブホーに関する動画も楽しみにしていてください。はい、ということであいちゃん納車おめでとうございます。